こんにちは、品川栄養士会です。今日は20代からの料理教師ということで、主菜と副菜の2品をご紹介いたします。オーブンを使ってハンバーグをふっくらとジューシーに仕上げていきましょう。ハンバーグの作らせていただきます。皮付きのままですね。これを半分に切りまして、1センチのね、くし形切りに切っていきますね。で、さらすのはね、だいたい5分ぐらいで大丈夫です。色止めと、あと、アクですね。アク取りなんかにもね、防止になりますので、軽く汚れをね、拭き取るだけで、大丈夫です。水でね、洗ってしまいますとね、旨味が取れてしまいますので、こんな風に、ペーパータオルをお水で含んで、これで、取っていきますね。しめじ茸の方は、石突きを取っていきます。舞茸の方は大丈夫ですね。で、小分けにしておきます。こんな風にね、小分けにしておきます。はい。ハンバーグ種の方に行きますね。はい。で、みじん切りの方法はですね、こういうふうに半分に切っていただいて、で、横にですね、こういうふうにね、で、これでね、さっさっさ、で、みじん切りにしていきます。最初にね、これをしておくと、処理しますのでね。はい、こんな風にしておきます。置いておきます。ね、合いびき肉を入れていきます。で、パン粉、ふやかしたものを入れていきます。卵も一緒に入れていきます。はい、で、5分の1入れていきます。で、ハンバーグといったらね、必ずナツメグが入りますね。火ね、必ずやっぱりね、これは炒めたものは冷ましてから、こちらに加えてください。肉ダネの方にはこれでしっかりねこねていきます。はい、こねましたら2等分してこちらをね丸めていきます。はい、ハンバーグ型にね丸めていきますね。はい、これもね空気を抜くように入れていきますね。中火で焼いていきます。ダメをいきます。で、裏返しにしていきます。はい、で、この時にですね次オーブンでね焼きますので、中はね生焼けでいいんですね。はい、ペーパータオルで拭いていただいて、小さじ1杯オリーブ油を入れていきますね。じゃがいもをこれを入れて、これもね、軽く焼き色つけていきますね。ちょっと油がね、こう浸透してきましたね。この状態で、はい、一緒に並べていきます。ハンバーグで並べていきますね。こちら200度、15分で、さらに入れていきます。これ、ハンバーグを焼いた後はですね、旨味が残って、お肉のね、旨味が出てますので。はい。赤ワインでね、こちらをね、アルコールを飛ばしていきます。こちらを一緒に入れていきます。軽く温めるだけでいいかもしれませんね。しっかりきのこと玉ねぎはね火が通ってますので、はい、こちらできました。皮を薄くね剥いていきます。こういうふうにね輪切りで、はい、でこれで千切りしていきますね。お塩入れていきます。
ようにね、ハッシュで揉んでおきます。で、皮の部分からね、果肉を、身を取り出していきますね。こういうふうにね、皮から果肉をこういうふうにね、反らすと簡単に取れます。はい、食べやすい大きさに切っておきます。今ね、柔らかいものがね、出てきてますので、もし硬いものであればですね、ちょっとお湯でふやかしてもいいかと思います。はい、軸の部分をね、取っていただいて、でこちらも包丁で軽く叩いていきます。調味料、オリーブ油を入れていきます。で、胡椒もちょっと入れていきます。こちらを合わせていきます。でこちらのドレッシングをかけていきます。ベーコンを入れていきます。彩りがいいですね。はい、ですね、半分ですね、盛り付けていきますね。高さをつけていきますね。はい、パセリを上に盛っていきます。安静時、動かない時に、消費されるエネルギーに基礎代謝がありますが、20代前後のピークに基礎代謝が徐々に少なくなってきます。運動量、筋肉量が落ちてエネルギーを消費しにくくなっています。若い頃と同じように、食事をしていると知らないうちに体重が、増えてしまうことになってしまいます。食事のバランスを考えながら、日頃からの自分の適正な体重を知っておくことが大事です。